泡風呂、まさしく乙女の夢だよ。妄想はいいからさっさとやるぞ。乾燥防止。まず少量のお湯に粉を入れてかき混ぜる。で、泡立てて。あ、本当に泡立ってきた。あとは蓋を閉めて給湯。開けていい？開けていい？ダメ。楽しそうで何よりです。バラのいい香り、ふわっとしてて肌に馴染んで。さすが人魚様になってるな。モコモコしてて気持ちいい。それじゃ存分に楽しんでくれ。え、辰巳も入ろうよ。そんな少女趣味の風呂に入ってたまるか。そんなもったいないよ。高かったんでしょ、これ。もったいない。まさか泡風呂に入る日が来ようとは、少し前の俺からはとても考えられなかった。辰巳の口調が同様で物語のモノローグ調に。わあ、モコモコ。ほら辰巳、モコモコだよ。そうだな、あんたにもモコモコやるよ。さあ、遠慮するな。カレーブロック&カウンター。それ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 。くらえ、尻尾フリフリ攻撃。ちょ、やめろよ、それはずるいぞ。泡、なくなっちゃったね。ちょっとはしゃぎすぎた。言うな。なあ、辰巳行っちゃったし、まだ遊び足りないな。ん？いざ。いやあ。ん？泡が立った。立ったよ。あ。若さ、どうした？若ささん。次回の泡風呂の予定も泡と消えました。泡風呂って保温効果もあるのか。いらっしゃいませ。これください。ありがとうございました。ほら、もっと楽しそうに。